昨日運ばれたクジラです。現在解体調査が行われています。今年に入り大阪湾で相次いで目撃され、今月19日に堺市の港で死んでいるのが確認されたオスのマッコウクジラ、昨日海から引き上げられ、今日午前10時半ごろから専門家らによる解体調査が始まりました。クジラは全長15メートル、重さ32トン、採取した歯などから生息海域や年齢などが明らかになるということです。大阪府によりますと、来週月曜から堺市の産廃処理場で土に埋める作業を行う予定で、2年から3年ほど後に骨格標本として取り出し、大阪市立自然史博物館で展示される予定だということです。